えー、埼玉県大宮の鈴木歯科院ですえー、ゴールデンウィークになったんですが、えー、自粛して外出をあまりしません、えー、コロナウイルスで、えー、世界中が大変なことになっているので、えー、皆さん気をつけてお過ごしください えー、昨日に続いてですね、今日は、またちょっと歯磨き粉とか、歯磨き、歯ブラシ、あとは、他のものも、いろいろやっていきたいと思います。えー、世の中、みんなね、家にいて YouTube 見てたりして、うちの子供たちももう YouTube ばっかり見てます。宿題もしてますが 学校全然やってないですしねこんなゴールデンウィークなのに新幹線も誰も乗ってないしまあさてちょっとやっていきましょうかさてえっ、ー、とねシステマの W がついてるくすみクリアなんていう珍しいの出たなぁと思いまして歯に蓄積したくすみをごっそり除去 えー、要はこれシステマ EX っていうとなんか歯周病っていうイメージがあるんですが、えー、システマ EX のちょっとホワイトニングだと思ってくださいという感じですねくすみってまあ茶渋を取る茶渋、あのー、汚れを取るでフレッシュクリアミントで マスカットのようなブドウのようなマスカットマスカットのようなフルーティーな優しい味しますね後ろ見ると着石蓄積した茶渋ですね汚れこれをあのポリリン酸っていう成分が入っててよくあのー まあ、ホワイトニング系の歯磨き粉でポリリン酸ってあの研磨剤とはまたちょっと違うんですけどね研磨剤で落とすんじゃなくてポリリン酸で浮かせて取るっていうイメージです、まあ、そういうお薬が入ってるのとあとはもちろんシステマは IPMP とかでこうばい菌の塊を浸透して殺菌すると。 あとは抗炎症剤歯茎の抗炎症剤も入ってるとであとフッ素がシステマっていうのはなぜかフッ素1450の高濃度フッ素が入ってるのにそんなにこう高濃度フッ素フッ素ってあまり他の歯磨き粉よりこうあんまりこう自慢げに書かないんですけどなぜか一応ねフッ素1450で濃度高いんですよね だから虫歯にもなりにくいまあそういういつもの普通のシステマ普通のシステマってこれですメディカルクールとメディカルハーブがあるんですけどまあ私はメディカルクールがおすすめですけどねメディカルハーブちょっとね湿布みたいな味がするような感じ まああいうねか、すっきりするタイプとハーブみたいなタイプのとはまたちょっと違ってこっちの方がちょっとねシステム EX ホワイトニングという感じで女性を意識してるような感じですこっちの方はこっちはもうオールマイティに誰でも虫歯も歯周病も口臭も予防しますよみたいなタイプで やっぱりポリリン酸入ってるか入ってないかぐらいのちょっとした違いですね。で入ってる成分も抗炎症剤とか殺菌成分とかは相変わらず同じなんですよね入ってるんで本当ちょっとした チャシブも一緒に取りたいなっていう女性に向けてシステムエックスダブル出した。もうそれ以外に、フッ素濃度も同じ千四百五十。ね、違いがわかりにくいぐらい、えー。そういうのがこのシステム。まあこれいいと思います。 次は「の」にを行いきます。